さあ、カーディフ AX でございます、ね、もう非常に綺麗な赤、ワインレッド的なところですね。非常に軽量であります。で、まあ見ていただいて分かるようにもう X 状にですねギュッと締め込んだブランクス、これによってですねねじれっていうものに対してですね非常に強い。トラウトっていうのはバンかけてキュッキュッキュッとかいかれるんですが、そういう時にこう竿がこうねじれるんですね。でねじれすぎて結局こう竿もパーンと折れてしまったりとかっていうのは、まあ、そういう破損がほとんどない、要するにこうねじれに非常に強いロッドです。まあ、非常にリールシート周りもですね非常に細くなりましたんでね、小さな手の方でもですねもうスッとこう持てる、もうなんか随分細くないみたいな、そういう世界になってると思います、ね、こういう厚めの服を着た時にもですねこう持った時にこう指先がこういうふうにこう指がこういきますね。ここのこの R はこの指の R でございますね。軽く持った時ってこうなりますね。親指の付け根が太くなっております、ですからここが細くなっております、ね、ちょっと引っ掛けた時にね、こんな感じで持っていただく、厚い服がここに入るというような状態でね、巻くことができます、ね、こんな感じでしょうか。あとはですねアイテムが非常に多いんですね。こいつはこういうカーボンを使ったものからですねグラスティックなね、ニョンとこう曲がるような、まあお店で見ていただければ様々な種類がございますんで、それはあとはご自分に合ったものを使っていただければいいと思います、ね。まあ本当に大きな、管理釣り場さんであれば、6フィート6インチ66というやつね、そうでなければこう短くと、レイトモデルもございましてですね、まあ好きな容器使っていただければいい、ああ俺はこれが好きだなっていう人もいろいろありますからね、千差万別いろんなアイテムがございます。まあ僕のおすすめはなんといっても66の SUL、 そして66の UL、 この2本でですね巨大なマスを取っていただきたいなと思います、そしてスプーン一気にですねたくさんの種類が出たんです。ちなみにですねこれ今までのね 5g ってこの大きさなんですよ。で新しい 5g が出たんですよ。ちょっと比べてみよう。ほら見て見て、これこっち 5g、 このちっちゃいの 5.2g。 なんで要はね厚いんですよこれ、ここ厚みが全然違うの。これ厚みが今日は僕が使ってたのは大きいのを使ったんですけど、これアピール性が非常に高いですね。で今度は風が強い時あるじゃないですか。風が強い時とかって結局ふわーっとこう流されちゃったりねしますよね。それからもっと棚沈めたい、深いところに魚が飲んだもう全然深いところにいるじゃんみたいな時にはねこの肉厚のバージョンで、これのちょっと肉薄、これ肉厚 5.2、 同じ大きさで4.5、 ね、同じ大きさですよ、ね、うわちっちゃくてかわいいね。で同じ大きさですよ、ね、同じ大きさ 3.5、 同じ大きさですよ 2.5、 だから棚をこう少しずつ変えてもらう、飛距離も違いますよね。これ小さくて重たいですからカッコーンとこう飛んできます。また気持ちがいいんだこれが。これ今のロールスイマーってね、こうワイドなねこうローリングアクションって言われる、まあ、大きい魚はねこのロール系の動きが大好き、ね、ロール系の動きの中で最も、ロールが強いものこれがロールスイマーというね、スプーンでございます。もう一個ここにあります、これスリムスイマーっていうのがあります。スリムスイマーこれロングで長いですね、まあこれと比べますとこう全然違うという形になりますね。スリムスイマーっていうのはですね、まあ、基本的にある程度浅いところを泳ぎます。でこれで 5g なんですけども、これの下にですねこれ小さいんですが 4.4g、 同じ 4.4g の大きさで今までのやつがですねこれ 3.5g、 つまり 3.5g のサイズで、4.4 っていうのができたんです。でこの下があるんです、またさらにこれ 3.5 ですね、こんなちっちゃいのに 3.6、
こんなちっちゃくないのに 3.6、 今までの 2.5 グラムというのがあるんですが、これが今までの 2.5、 2.5 グラムで、3.6 グラムを作ったわけですね。さらにその下、ね、1.5 グラムというのがあったんですが、それの、肉厚バージョンで、これ2グラム、ね、ですからもう 1.5、 2.0、 2.5、 3.6、 3.5、まあね、ちょっと順番違いますが 3.5、 4.4、ね、5.0 というような状態になるんですね。何が違うのよっていうと、こういうロングのバージョンって今まですごい浅い棚しか泳いでないんですよ。それがロングバージョンで肉厚になりますから、若干深い棚になるんですね。魚がもう少し沈んでるなというような時にですね、この肉厚バージョンを使っていただきますと、それでこう棚を合わせることができる。今日なんか非常に魚がですね、水がきれいなところですから、ここ、魚が逆に言うとこの沈んでるんですね。特に大物っていうのは沈みやすいんですよ。うんとでかいやつっていうのはもうどちらかというとお腹つけてるぐらいの感じで、結局今2メーターぐらいのところにね、棚があったりなんかします。そういう時にちょっと肉厚のものでこう棚を探ってあげるとね、ドンピシャの棚のところに行きますとバッとこう食ってくるという寸法でございますよ。いや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 、いっぱい出ちゃったじゃん。あれあれあれ、ここにありますわ、ふわとろ。ねね、ふわとろに今度ちっちゃいのがありましてですね、ちっちゃいですから、そのままもちびとろでございます。ちびとろですね。まあ大きいのちっちゃいのございますんでね。まあフック、これ2本ついてていい場所と、この1本じゃないとダメな場所がありますんで、針がない分軽くなるっていう時には、ここにスプリットリング、大きいスプリットリングに1個ドンってつけておくと、それだけでウエイトバランスがこう取れるようになりますんでね。そこの管理ついたさんのこうルールに従ってですね、やっていただけるといいと思います。超デッドスローで、まあどちらかというと水の濁ったところを得意としますんでね、ぜひお試し、はい。